旧外で、新機能いいから、外来でいいんじゃないから、シックス飲んでたら、つって、返したりして、やっぱり具合悪くて入院してきたりと。あれまあ、なんとかなるでしょうと思ってた、新機能が保たれた、左出収縮能が保たれたヘフペフでも実は再入院が多いなということに我々が気づき始めたのもこの頃でした。で、まあデータも出てきて、えー、実際は生命用後は変わんないんだぞと。 ということも分かってきましたし、えー、高齢者が増えれば増えるほど、まあ、腎不全、腎機能障害が増える。あるいは貧血とか、いろんな、えー、合併疾患が増えるという背景があって、えー、一括りではないんですけど、えー、高齢者人口が多い町ほどヘフペフ、新機能が保たれた心不全が多いんだよということも分かってきました。だから、北秋田市もヘフペフが多いので心不全が多いんです。 で、こんな中で、えー、石原先生ぐらいベテランになると、ニュアンス伝わると思うんですけど、血圧下がんなかったんですよね。えー、従来の AC 阻害剤とか、えー、アダラートより前のカルシウムキ、ニバジル、あ、ダメネシでよた。薬姫言わない方がいいですけど、当時の一般的だった高圧薬っていうのは血圧あんまり下がんなかったんです。そうすると、循環器内科としては、 近くのクリニックで、あるいは実施施設で、血圧で通ってる人なんだけども、心不全入院を繰り返すんですよ、ね。でえ、ブロプレスなんかは、このえニューロタが多分平成10年。で、ブロプレス平成11年とかだと思うんですけど、この ARB でて血圧下がるようになってから、全然その心不全入院の頻度が減ってきたと。 で、入ってなかった人に入院して、血圧高いせいじゃないかって言って、その ARB を入れると、心不全入院しなくなる。あるいは、えー、フ、ペフの人ですけど、えー、えー、カルベジロール、もあったかなビソプロ、まあ、何かしらの、えー、っと、今はもうビソプロか、えー、カルベジロールかが多いですけど、いろんなベータ遮断剤入れると、これも心不全入院がぐっと減ると。再発しにくいな、というので、えー、実 すするんですねこの毎日 ICU に呼ばれて、救急に呼ばれて ICU で止まってという日々を繰り返している私にしてみたら、ああ、この人ベータ入ってたら俺呼ばれなかったのにな、と、苦々しく思ったり、ARB 飲んでたら呼ばれなかったかもしれないなと思ったりして、えー、どんどん啓蒙しなきゃと思いながらやってました。で、休ませる治療、カテクラミンで、えー、尻を叩く治療から休ませる治療、これは、 えー、私、家から、宿舎から向かったんですけど、よく助かったなと思うんですけど、救急外来の当直医、外科の当直医から、ウォークイン、歩いてきた救急外来の患者さん、冷や汗びっしょりで、20代の女性ですねあの、心肺停止になっちゃったという、なんかわけわかんないプレゼンで呼ばれました。とにかく心臓なんじゃないかと思うっていうので言って、まあ結果的に激症型の心筋炎で、 先ほど40%を切ると心機能が落ちた心不全という分類ですよその EF という数値が10%を切るような全然動いてない心不全だったんですよ歩いてきたはずの人がウイルス性の感染症でみるみる心臓が動かなくなったで従来であれば心臓の尻をたたくカテコラミンで治療する。 だったんですけど、私、大阪名古屋で習ってきた治療だな、ということで、まあ、あの、着せずして、その場で、え、エクモが入りましたので、あの、v エクモ管理下に休ませる治療。カテコラミンは一切使わず、えー、あ、少しアムリノン、まあ、共振剤に分類、分類されるのかな、あの、心、白質はちょっと増やす。どちらかと,いうと血管拡張効果もあって、という、カテコラミンとはちょっと違うジャンルの、 強心剤ですけどもそれは使いつつもとにかく休ませる治療そして輸血をしながらあ,ーある程度いたってからちょっとずつ心肺補助を減らしていって無事社会復帰できたということでこの時はもう2週間帰れなかったですけどこういった治療休ませる治療にシフトしてきたということなんですよね。 えー、これは私自身がそうやって威張ってる割には自分で失敗した例,例なんですけど心不全で外来に見えた方なんですがえーえー、っとペースメーカーがもともと入忘れちゃったもともと入ってる入ってますね入ってる えっとそうですね。えー、っと、ペースメーカー入ってるから、抗不整脈薬を入れましょうということで、えー、っと、外来で、そんなに新機能悪くないなと思って、外来で、えー、ビソプロロール2.5、そしてプロノンですね、を入れたと。で、まあ、同調率に戻ってるかなと思って、2週後の予約して帰ったら、 良くなるどころか、すごく息切れしても歩けなくなりました、ということで、えー、心不全の悪化で緊急入院になったと。同じように相合弁逆流がいっぱいあって、でもこの人、イジェクションフラクション、えー、差出収縮のは71%と保たれていて、ということで、明らかにこれ私が出した抗不整脈薬、あるいは、えー、通常量のベータ遮断剤を一気に入れたことによる心不全の悪化なんですよ。 ということで、一旦、えー、銅剤を二剤とも中止して、えー、心、イジェクションフラッシュ、フラクションは保たれてるんだけども、BNP も高い、えう、ー、っ血もある、心不全を合併した、えー、発作性の不整脈ということで、えー、アミオダロン、ですね、陰性変力作用のアミオダロンを入れて、えー、で、まあ心房細動は、同調率復帰せずとも、心不全は良くなって、と。 いう経過です、まあ、その後、同調率に復帰しましたが、えー、こういった、えー、なんでこの失敗例を紹介したかというと、循環器専門医でも、あるいは専門施設でも、こういった正解が必ずしも、えー、あるとは限らなくて、えーまあ、うまくいかない、治療がうまくいかないこともあるんだよと。で、おそらくこういうことだと思うんですけど、抗不整脈薬あ投与によって症候性の心不全を起こしたんだけども、 えー、頻脈による心不全だと思ってたんですけど、心不全による頻脈に対して、頻脈をターゲットとして治療しようとすると心不全が悪化すると。おそらくこの判断を見間違え、外来の限定的な検査、診察だけだと見間違えてしまったということなんだろうと思っています。トライアンドエラーと、かっこよく言いましたけど、まあこういう、えー、私が若手レジデントの頃っていうのは、 まだ指導医も明確な方針を伝えてくれないし、指導医自身も悩みながらやってましたし、当然我々も多くの患者さん、指導医の3倍、4倍と患者さんを持ちながらもっとトライアンドエラーをやっていて、翌日指導医に報告すると、じゃあ逆の治療だったのかなというような、お互いにみんなで悩みながら治療をやってきた。これが2000年から2010年にかけて、 これで確立したんですね。今の、えー、治療っていうのがいよいよ確立してきた。そこでカルベジロール1.25、ベータあー、ビソプロロール0.625、えー、見慣れない容量の今までのすこんなに少ない量で効くのと。もしかしたら、えー、薬剤師の先生方もお感じになったんじゃないかと思うんですけど、こういう背景があって、この量から始めないといけない患者さんがいて、えー、こういった治療が。 そして、まあ、こういったお薬、財源が出てきてくれたおかげで、えー、クリニックの先生方も、あるいは我々も外来で、えー、比較的低用量から2週間後の入院、2週間後しか入院できないんだけど、まずこれ入れときましょうかといった選択肢ができたと。こういういきさつだったんですよね。こんないろんないきさつを踏まえてのファンタスティック4。